パスタの茹汁大体このぐらいですね。 1% ぐらい結構多いよ。今日はリングイネです。茹で時間6分早いな。これがリングイネ、断面が楕円形です。ガーリックと唐辛子、あと、まあ、ちょっとハーブが混ざった、まあ、スペシャルスパイスです。こんな感じですね。で、これ乾燥ガーリックなんですよ。大体1杯ぐらいでもすげえ辛い。イタリアの唐辛子は辛いです。あの韓国の唐辛子とか日本の唐辛子よりもかなりきますね。こいつにオリーブオイルを入れる。たっぷりね。かけすぎちゃうと焦げます。で、そこにこれ入れますね。ホッタルこれね、パウダー状になってます。こういう感じで、このボッタルガは、まあ、通常はあのボラの卵巣が、まあ、通常のからすみなんですよね。それよりも、まあ、マグロなんで濃いめです。分一倍ぐらいな、まあ、たっぷりね。ちょっと塩気あります。どっちかというとだからこうこれ最後もまたパスタにかけるんだけど、ね、これでもうほぼソース終わりなんです。楽ちん。ちょっとタラコパスタ的な感じかな。うまいよ。簡単で、少しこうオリーブオイルとお湯を、まあ、混ぜ合わせる、まあ、いわゆる乳化ですね。乳化させます。もう強火にかければいいです。まだすればもう乳化してます。で、約1分混ぜる。さすが混ぜます。こうなる。で、汁気はそんなのが残らない。でもうちょっとトロンとしてる方がいい人は少しお玉でまたお湯足した方がいいね。ゆで汁ね。ゆで汁はあの小麦粉が溶け出してるので美味しいです。大体こうぐるっとこう巻くんですね。もうちょっと小高い感じですね。さらにここにボッタルガをね、またかける。ね、たまにスーパーで売ってます、このマグロのボッタルガ。ちょっと塩気があって美味しいんだけど、まあ、なぜか日本ではあまり知られてはいないですね。実はシチリアはマグロ漁すごい盛んです。からね、はい、これで完成だな。マグロのタルガのパスタです。はい、実食します。マグロのボッタルガカラスミのリングイネですね。今日はね、うめえ。シチリアの海を思い出すね。シチリアの海って綺麗なんだよね。めっちゃうまい。シチリアのパスタはね、やっぱシンプル系が多いですよ。
辛うまい辛い。ちょっと味変でレモンスライスをねかけていくか。魚介類だからレモンはとても相性いいですよ。なければレモンのエキスみたいな、よくあのポッカとか出してるでしょ。でも合います、はい。シチリアでは昔ねマグロ漁が行われていたんですね、盛んに。その漁の仕方っていうのはどんどん船でマグロをね港の方に追い込んでいくんですよ、大量のそのマグロの群れで。そいつを最後の港の、まあ、あるお部屋って言われてるんだけど、一角にこう誘導してってですね、何やるかみんなね棍棒を持って海のマグロを叩くんですよ、頭を狙ってね。カッカな血が出て、まあ、死の海と呼ばれるようなそんな状態になるんですね。そうやってマグロを取るっていう、まあ、とても原始的な野蛮なやり方で取ってました。それをね末端座っていう風に呼ばれてます、まあ、もちろん今もやってないんですけど、そういうやり方はね。かつてのシチリア島民はそうやってマグロを捕獲していたと。今もう日本漁船もシチリアにマグロを取り入れてるんです。あと中国とかね、なので、まあ、あの辺すごいマグロが美味しい場所ではあったけども、最近はもう漁獲量がめっきり減っちゃったらしいです。